な場合にですね、日本の常識が通じない場合もありますので、そのあたりも、海外進出している日本企業のランキングですね、ランキングも結構聞かれることがありますので、このあたりはですね、当然ですね、お問い合わせいただいた方に具体的に資料をお渡ししてるんですけども、最新のデータですね、お渡ししてるんですけども、マルスが韓国法人ということもありますし、韓国へのですね、進出で、例えば、1億円のですね、資産を、半年で1億、1500万円にするとかですね、その後に1億3000万円するというようなスキームがありますので、韓国をお勧めしているんですけれども、例えば韓国、この韓国にですね、進出しててうまくいっている日本企業というのは、例えば三菱商事とか任天堂、あとカネカとかですね、化学品メーカーのカネカですね、あとヤマト運輸とかアサヒホールディング、グループホールディングスとかですね、こういったところが代表的なところになります。具体的にですね、またお問い合わせいただければというふうに思います。